駆逐戦車。駆逐戦車は戦車及び対戦車車両の一種であり、敵戦車の撃破を目的とした走行戦闘車両である。発祥地のドイツ語からジャグドパンザーやアークトパンザーと呼ばれ、英語圏でも故障として定着した。駆逐戦車は一般的に防衛戦に投入されることが多く、機動性を活かして攻撃的に運用する戦車とはその役割が異なる。 類似の存在に突撃砲、砲戦車、対戦車自走砲などがあるが、特に戦車部隊が運用する対戦車車両の場合に、そう故障される。駆逐戦車の車体は、多くが既存戦車の流用である。戦車から砲塔を撤去し、代わりに固定式戦闘室に変更されている。無砲塔構造は、砲塔内容量。 戦めぐるリング荷重制限などを受けないので、流用元の戦車に比べ、より重くてかさばる、つまり大型、大口径、長方針で威力の高い方が搭載可能である。反面、車線を変えるためには、車両自体を旋回させねばならず、状況に即応した行動を取ることが難しい。このような性質から、駆逐戦車は、構成戦闘よりも、 あらかじめ異回を計算した陣地防御や待ち伏せ戦闘に適している。通常、駆逐戦車の美法は高所速で装甲貫鉄力の高い対戦車砲あるいは高射砲である。しかし、大口径榴弾砲類を搭載した自走榴弾砲も駆逐戦車と同様に対戦車戦闘に使用される場合がある。榴弾砲は装甲艦通力は低いが、 着弾時の衝撃により敵戦車の装甲を引き裂いたり、装甲内壁を剥離させ、破片により搭乗員を死傷させることで、敵戦車の戦闘能力を奪うことができた。これは、現代のヘッシュ、ヘップ弾と同じような効果である。そのため、自走榴弾砲が対戦車兵力の一翼を担うことは少なくなかった。通常は、間接砲撃任務ながらも、不意の対戦車戦闘に備え、 ヒート弾を搭載していたものもあった。また、特に、ソ連軍の場合、重砲であっても直接照準機が備えられていた。対戦車車両と駆逐戦車の両者はしばしば混同されるが、対戦車車両は戦車に対抗するための車両全般を表す言葉であるのに対して、駆逐戦車は一般に固定式戦闘室に対戦車砲を装備した重装甲の対戦車自走砲を表す。 そのため、軽装甲あるいは、非装甲の対戦車ミサイル車両などは、駆逐戦車に分類されることはない。ただし例外として、RJPZ-2 や、ヤグアルなど、駆逐戦車のミサイル搭載型として、開発、改装されたミサイル式対戦車車両の一部が、駆逐戦車に分類された例がある。駆逐戦車は、対戦車自走砲の一種に含めることもできるが、 一般的な対戦車自走砲と駆逐戦車の顕著な違いは防御力にある。通常の対戦車自走砲は多くは開放点外式の戦闘室で軽装甲であり、極めて限定的な防御力しか持たない。対して駆逐戦車は重装甲を施され、敵戦車の砲撃にも対抗可能な防御力を有しているのが違いである。 砲兵化に類似した形態を有する車両があるが、これは突撃砲と呼ばれるものである。これは不評に対する火力支援を本来の任務とした車両であったが、第二次世界大戦の始まる前に対戦車威力を強化した、情報新砲搭載の計画が立ち上がっていたことからもわかるように、開発当初から任務の一つに対戦車戦闘が付与されており、駆逐戦車との差は明確ではない。 駆逐戦車と突撃砲の区別については多分に、陛下間の縄張り争いの一面を持ち、実態としては、両者の相違は曖昧なものであった。事実、エレファントや、ヤークトパンターなどの銃駆逐戦車は、当初は銃突撃砲に分類されていた。最も突撃砲の照準機は、野戦砲に準じたものであり、駆逐戦車の照準機は、 戦車用の移動目標に対する狙いがつけやすいものを装備している。ドイツ軍は慢性的な戦車不足だったため、しばしば駆逐戦車、突撃砲とも戦車の代用として部隊に配属された。ドイツでは第一次世界大戦における苦い経験から早くから対戦車部隊の必要性が論じられていた。1935年にベルサイユ条約軍備制限条項を廃棄した後、 パンザー・ジェーガートラップ、戦車両兵科を独立兵科として設け、対戦車砲部隊、ポントセロブウェア・キャナラン・永遠兵店、戦車両兵部隊、ポンツァー・ジェーガー・永遠兵店、戦車駆逐部隊、ポンテサ・ツァーストロア永遠兵店とその名称は変遷した。戦車両兵部隊の戦闘車両は、駆逐役で戦車を借りする車両を意味する、ポンツァー・ジェーガー、あるいは後に、 ジャグドーパンザーと呼ばれるようになった。ソ連赤軍においては、駆逐戦車や突撃砲に相当する分類はなく、旋回する砲塔を持たない、戦闘車両は、主任務が対戦車戦闘であれ、不評近接支援であれ、単に SU、自走砲を意味する略語とこれ、自走砲部隊に配属された。ソ連軍の SU は、ドイツ軍の突撃砲に影響を受けた。 重防御で最前線に火砲を持ち込むことを目的とした車両軍があり、以下のような車両が対戦車砲を搭載して駆逐戦車的に運用された。ソ連軍は不評支援に大口径砲を使うことが多く、ドイツ軍の突撃砲の用法を真似つつ、突撃砲よりも大口径の方を搭載した以下のような車両を作り出し、その大口径の威力で、 対戦車戦闘でも活躍することがあった。アメリカ軍は戦前に行われた演習によって敵戦車集団の攻撃を司令部直轄の対戦車部隊による機動的な側面攻撃によって阻止するという騎兵隊の流れを組むドクトリンを採用し専門の独立部隊として戦車駆逐大隊タンクディストロイヤーベタリアンを編成した。胴体に配備された車両は GMC ガンモーターキャリッジと呼ばれ、直訳ではエンジン付き砲運搬車である。文字通り砲を車両に搭載したもので、一種の自走砲であった。砲搭載自動化車、砲搭載搬送機車、砲搭を装備し戦車型の車体を使用する前装機車、放出と走行を有する前装機車。この方は外見から駆逐戦車と呼ばれることが多い。戦車と異なり、砲塔には、 天外部分がなかったがここに含まれる。ドクトリンに従えば、戦車駆逐大隊は戦略予備兵力として戦線後方で待機し、敵機構集団の出現に応じて前線に急行することとなっていた。機構部隊の高度な運動に追随し、待ち伏せに適した地形に占いくらいするためにも、戦車駆逐区の設計においては機動力が優先されており、また、 待ち伏せにおける観測やミサオ砲などの点で有利となるよう上部が解放されていた。火力について1944年末に 90mm 砲を装備した m 3 6 g m c が前線に到着し、ドイツ軍の装甲車両のうち特に重装甲の車両についても一応は対応可能になった。しかし、結局、戦車と大差ない早期車両に戦車と大差ない砲を 装備した戦車駆逐車は、機動力、火力、射程のすべてにおいて、ドクトリンが必要としていた敵戦車に対する圧倒的優位を得られなかった。実戦において、戦車駆逐大隊は、当初のドクトリンと異なった配備、運用がなされるようになり、戦車駆逐車部隊を戦車手団に分散配置することが、半ば正規の編成となった。また、不評支援部隊として、 通常の戦車同様に最前線に出ることを命じられるようにもなり、このような運用下においては、機動性重視で防御力が不足していた、戦車駆逐車の特徴はマイナスに働いた。戦争末期には高い対戦車能力を持つ戦車が出現したことで、専門の対戦車部隊を持つ意義は薄れつつあり、戦後の急速な軍の規模縮小もあって、 戦車駆逐大隊は短期間で姿を消すこととなった。そして同時に戦車駆逐者の系譜も途絶えることとなった。今日、戦車駆逐者のドクトリンは戦車より圧倒的に有速高軌道で戦車砲を超える長射程の対戦車ミサイルを装備し、そして軽装甲車両に準じる防御を施した攻撃ヘリコプターに引き継がれいる。 以下にアメリカ軍が運用した戦車駆逐車を挙げる。イギリス軍においてはセルフ・プリペルドガンと呼ばれ、通常の自走砲扱いでアメリカ軍からの供与車両及びその回収型に限られる、砲兵化に所属する対戦車部隊に配属された。旧日本陸軍においては1939年昭和14年頃より対戦車自走砲の構想をしており、 最初の案は97式中戦車程度の車体に95式野砲を搭載した車両を挙げられた。この案は1940年、昭和15年には97式中戦車の車体に固定砲等式に90式野砲を搭載した案に発展し、その性能書元は後の3式砲戦車に類似している。さらに百四十一（昭和十六年頃には一式砲戦車、 二式放戦車や一式7センチメートル半自走砲の方針を長砲針57ミリメートル砲に換装した二種の駆逐戦車が計画され特に後者は五式中戦車の原型案であった新中戦車オツ発展したと言われるその後駆逐戦車の任務は昭和18年6月に設計変更された新中戦車オツや新たに計画された四勢新放戦車 こうに受け継がれたと言われる。これらの駆逐戦車案の他に、五式系戦車系方の車体上に99式7センチメートル半戦車砲を限定旋回方式に搭載した駆逐戦車、こう、同車の車体に噴心爆雷を搭載した、オツが計画されていたが、研究は中止になった。1950年代の終わりから1960年代初頭にかけて、 対戦車ミサイルが開発され、軽快な装甲車や偵察車にも搭載され始めると、明確な兵器区分としての駆逐戦車は消えていった。第二次世界大戦においては、アメリカ軍の駆逐戦車が一撃離脱を狙ったのに対し、ドイツ軍やソビエト軍の駆逐戦車は、そこそこの装甲を持ち、待ち伏せ攻撃を行う設計になっていた。戦後、前者の発展系として、 最初に登場したのは無反動砲や優先誘導の対戦車ミサイルであった。しかしこれらは走行防御力を欠いたため、装甲車に対戦車ミサイルを搭載した自走対戦車ミサイルが開発された。また、対戦車ヘリコプター、多連装ロケットシステムなども登場した。一方、後者の系統は十分な能力を持つ主力戦車が十分な数揃えられたことや、 不評でも扱える蛍光型対戦車ミサイルの発達、普及により存在価値を失ってしまった。とりわけ空対地ミサイルの信頼性が向上すると地上部隊による対戦車攻撃の意義は薄らいだ。しかし高価な航空兵器に頼れない状況やスウェーデンなど独自の軍事構想を持つ国では依然として駆逐戦車に類する車両が有用な場合もある。西ドイツは 戦後も、駆逐戦車を重視しており、当初は、第二次世界大戦系の大口径対戦車砲を、搭載した可能年夜クトパンツァーを開発した。やがて対戦車ミサイルの性能が向上すると、対戦車ミサイルを装備した、ラケーヤークトパンツァーに、へ改造された。その後さらに、ホット対戦車ミサイル20発を装備したヤグアル1、 BGM-71 と対戦車ミサイル14発を装備したヤグアル2に発展した。アメリカは戦後も戦車区畜車の伝統を受け継ぐ軽量の対戦車車両を作り続け空挺部隊用の自走砲 M56 スコーピオンや海兵隊の M50 オントス自走無反動砲などをベトナム戦争などに投入した。それらが旧式化すると 多連装ロケットシステムや M2 ブラッドレイフ表、戦闘車、M113 装甲兵員輸送車に BGM-71 と対戦車ミサイルを搭載した M901、ITV などが同様の役割を担うようになった。また、R-1 コブラや R-64 アパッチなど、戦車駆逐車のドクトリンをさらに先鋭化させた、高速、 高機動の対戦車ヘリコプターも実戦に投入され、湾岸戦争やイラク戦争では大きな戦果を挙げた。ソビエト連邦軍は、ドイツ同様、当初は第二次世界大戦系の駆逐戦車をいくつか試作、T-54 戦車をベースとした SU-122 から54次双方を1954年から比較的少数生産したほか、空挺部隊用に 軽量の ASU-57、ASU-85 空艇自走砲を量産し、配備した。しかし次第に自走体戦車ミサイルや自走ロケット砲などへ切り替えられていった。T-62 戦車をベースにした、ミサイル駆逐戦車 IT-1 が1968年から、生産されたものの短期の使用に終わり、BRDM-1 や BRDM-2 など、 軽装甲車両のミサイル搭載型が主体となっていった。陸上自衛隊は近接対戦車戦闘を想定し、106mm 無反動砲を2門搭載した60式自走無反動砲を開発したが、主力戦車の発達とともに重要性も低下していった。現在では対戦車ミサイルの96式多目的、誘導弾システムなどが、 対戦車戦闘の主役になっている。国土の大半を森林や故障が占める国情を反映し、水陸両用戦車であるアイクフ9 1を配備した。90mm 戦車砲を装備し、ある程度の打撃力を有する。この他、駆逐戦車ではなく、主力戦車に分類されているが、停車口の高速戦車として、STRV-103S タンクがある。地形を生かした。 防御戦闘に特化し、無法等で完全固定式の手法を備えている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。